順裏へ小手川戻した後藤ですか。取りに行った先制75分。裏へのロングパスから繋いで最後は後藤が押し込みました。鈴木からでしたね、まあ、小手川はあれシュートに行ったのか、少しこうボールが長くて後ろにねずれてしまったのかちょっとわからなかったですけど、はい、これ見えてたら最高のパスですよね。鈴木のロングパス。ああでも見えてるかもしれません ね。後ろにいるという確信のもとで出した可能性ありますね、はい、素晴らしいアシストですね。